沖縄で事業を展開するタピックグループが発表したコロナに勝つプランはワクチンの2回接種を済ました人が対象で事前の PCR 検査で陰性を確認し宿泊中には常駐する看護師が心や体の不調をサポートしてくれるというものです。ここのプランを利用すすれれば、家家族族にに濃厚接触者がが出ててもとと別れて過ごすことができるるようになるため、 家庭内での感染リスクを抑える役割が期待されていますプランは2人で利用するときには1人当たり1万8000円で検査の費用も含まれています